2点ビハインド、森ザネが、あっとレイマンの手が伸びてくる。いやレイマンディフェンスへの意識も相当高いですね。そうなんですよね、ここのフットワークもいいですね。この位置にベンドラメ、中に切り込んでいって浮かします。エンドワン、バスケットカウントです。ミデソンにファールがあったでしょうか。2つ目のチームファールです。バスケットカウントフリースロー。まあとにかくこのベンドラメデオは苦しい今シーズンのスタート耐えたいという思い強いでしょうね。そうだと思いますね、うん、この新しく、渋谷の方も新しく生まれ変わったチームの中で、はい、ものすごく周りからも期待されるそういったシーズンだったと思うので、その結果で、応えたいという気持ちは強いんじゃないかと思います。そうですね、ベンドラメレオの3点プレーが決まりました。田中大輝からベンドラメレオ、2分を切った第3クォーター。1位コースのディフェンス、ギブスが来た。ギブスから田中大輝、ベンドラメのキャッチャーのシュートを決めてきた。またも決めてきました、今日4本目。いいですね、最初にプレー作ったベンドラメ選手のところに最終的にボールが入ってきて、はい、しっかり決めてくれましたね。いや通算400試合、そこに花を添える20得点ですね。いや素晴らしいですね、12点差。おー、ここもベンドラメ選手、ベンドラメから田中大輝、ホーキンソン入ってきた、ホイッスル決めた、ガッツポーズ、ジョシュ・ホーキンソン、エンドワンバスケットカウント。パル、シーホンキが10番、ジェイク・レーマン2つ目のファール、5つ目のチームファールです。バスケットカウントフリースロー1本が与えられます。レイマンにファールがありました。このガッツポーズです、ホーキンソン。14点差、三河に流れが行きかけたところでこのベンドラメ選手ですね、はい、得点とその後のスティールと、素晴らしい相手の流れを断ち切るような、素晴らしい貢献だと思います。気がつけば15点差、ベンドラメがすでに20得点を超えている今日のパフォーマンスです。ホーキンソンも24得点というここまで、2人でなんと44得点、ジャッパーミドルレンジのシュートも決めてきました。お見事です。ベンドラメ選手、解説の石崎と申します。勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日そのすごくディフェンスで前節と比べてローテーションであったりコミュニケーションの部分がものすごく改善されたように思ったんですけれども、何か前節との違いはありましたか。まあ、やっぱりこの三河はそのハンドオフだったりそういうビッグマンからのハンドオフだったりやっぱすごいボールが動くチームなので、まあ、まずそのディナイのところを頑張ろうという声かけがあって、まあ、それでいいプレッシャーがかかって相手のミスにもつながったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。非常にこうベンドラメ選手のオフェンスで、ピックアンドロールからのクリエイトであったりとか得点であったりとか判断が素晴らしかったんですけれども、今日ご自身のプレーの手応えはいかがでしたでしょうか。まあ、やっぱりそのボールが回ってきたときにこう効率よくアウトサイドからシュートを決めれたということがまず前半のいい流れを作った一つの要因じゃないかなと思っているので、まあ、そういった面ではこう自分のプレー前半のプレーは良かったんじゃないかなと思います。まあ、ただ後半こう相手が前からプレッシャーをかけてきたときに、まあ、僕も、クレモンズも含めてこうターンオーバーにつながるというシチュエーションが何個かあったので、まあ、そこは改善点として次のゲームに活かしたいなと思います。ありがとうございます。それでは、次節に向けて、ファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、やっぱり勝つということはこのリーグではすごく難しいことなんですけど、まあ、もっともっとチームとしてまとまって一つの集団としてもっと強いサンロッカーズというのを表現していきたいと思いますし、やっぱり怪我人が戻ってくるまであと2試合しっかり頑張りたいなと思います。ありがとうございました。短い時間ですが、はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい活躍を見せてくれましたベンドラメレオ選手、今日のゲームで400試合出場達成となりました。 B リーグ通算2人目の大記録が生まれたゲーム、そして素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた今日のナイトゲームです。